おはようパチュリー。おはようマリサ。今日も元気に黒魔術。うん。早速何か作ってるな。これは香りの祭壇。あれ、作ったのにブラッドオーブが消費されてないぜ。どうやらブラッドオーブは素材として使っても消費されないみたい。中に入ってるライフポイントを使うのかとも思ったけど、どうやらそうでもない。じゃあ一体何のために素材にブラッドオーブが。私に聞かれても困るわ。それもそうか。さて、これをどこに置こうかしらね。まだ何に使うかもわからないし、適当に置いておきましょうか。おい、火が灯ったぞ。あら、もうすでに何か効果が発動してるのかしら。生贄の剣が怪しく光ってるぜ。これは何かありそうね。火は消えちまったみたいだが。それでもサクリファイスダガーは光り続けてる。く、この剣、私をさせて。前回ブサブサさしてたくせに何を今さら。刺すんだったら血の祭壇の近くがいいわね。血の祭壇とどれくらいの距離なら判定あるんだ。わからないわ。食料も少ないし今は試せないか。そうね、現在の祭壇に血は。300に入ってるぜ。そうだった、祭壇に向かって突き刺そうとするとこうなっちゃうのよね。少しずらして。なんか変なモーションに入ってるぜ。ダメモーションだわ。ここから一気に自分を殺す。体力が。グフ。表情一切変わらないんだな。とんでもないダメージを受けたわ。祭壇の血の量を見てみようぜ。む、2462。おお、かなり増えてるな。香りの祭壇は血の量を増やす祭壇なのかしら。どちらかというと剣の威力強化じゃないか。でも光ってたの生贄の剣だけなのよね。生贄の剣だけ強化する祭壇。それはあまりにも限定的すぎるような。あ、また光り始めたぜ。今度はさっきと光り方が違うみたいだけど、効果も違うのかしら。また刺すのか。当然、気になるもの。まあでも、体力が全回復してからね。ってことで全回復したから刺すわよ。展開があまりにも早い。もう溜めてるし。ふむ、刺した感じはさっきと同じだけど、問題はこの中の血液量がどうなっているか。4586だな。さっきとほとんど変わらずね。剣の色が変わっただけで特にって感じだな。それじゃあ次の実験に行きましょう。効果のかまどの時間か。まずは、レッドストーンから。そして、石炭ブロック丸石と続き、最後は溶岩入りバケツ。忘れてはいけない、タルタリックジェムを添えて。一体何ができるんだ。それはできるまでわからない。完成。なんだこれ。ラバレージェント。溶岩試薬ってとこかしら。色がついたただの石にしか見えなかったぜ。さらに今回はもう一つ作ります。マジですか。マジです。水入りバケツを2個、そして砂糖。一つスロット開けるんだな。完成。ウィル 3.00 も使ったぜ。完成したのは水の試薬。溶岩の次は水か。その作ったアイテムから水とかが出るのか。いや、今作った試薬だけでは無理。ここから錬金術を使うわ。あの地面に書くやつだな。その通り。二つ作るためには空の石板が一つ足りないことに気がついたわ。空の石板作りからか。おお、ものすごい勢いで祭壇のライフポイントが減ってるぜ。ふむ、神託の印象は本当に見やすいわね。ぴったり線で出来上がりだな。改めて思うと、空の石板作りだけでも線使うのね。やはりもっと血を抜かないとダメか。今は必要ないからやめるんだ。今するなんて言ってないわ。そうか、よかった。さて、それじゃあ作っていくわよ。まずはヒビの灰で描いた魔法円に空の石板を入れる。そして次にさっき作った試薬を入れる。入れる順番が違うのは前回やったぜ。どっちが先か忘れちゃうのよね。やり始めたばかりだからな。もう少しやったら慣れてくるだろ。それじゃあ気を取り直してもう一回。試薬を入れてから石板を入れる。始まったな。こういう円が回ってるとワクワクするよな。何が出てくるんだろうって。出てくるものは大体決まってると思うんだけど。例外もあるぜ。完成したわ。見た目は神託の印象の別バージョンみたいな感じだな。漢字の人か水に見えるぜ。溶岩の印象、高温注意食べられない。水の印象、無限の水はいかが。早速使ってみるわ。本当にこれから溶岩が出るのか。出た。これはすごいわね。何のコストもなしに溶岩が出てる。だとしたらやばいぜ。いろいろ崩壊するぜ。いや、コストとしてライフポイントが使われてる。何回もダメージ食らったな。溶岩の方を使った時はそんな感じしなかったけど。この水、バケツで汲めるのか。それも試してみましょう。ちょうど空のバケツがあることだし。うん、ちゃんとできるみたいね。水とか溶岩が一切ない場所からパッと出せるんだからすごい便利なアイテムだな。ふう、それじゃあ次の実験に行きましょう。次は何するんだ？燃料いらずの術式を。燃料がいらない？それもまたすごい便利そうだな。まずは魔法円を描く。そしてそこに石炭、レッドストーンを投入。回り始めたな。多分これでもうできてる。早速このかまどの中に何かを入れてみるわ。適当に木材とか入れてみましょう。何も起きてないみたいだが。そんなはずはないんだけど。じゃあ丸石を。お、ついた。木材ってかまどの中に入れても意味ないのね。
そして燃料がいらないって言ったけど、もしかしてこれも自分の体力を使うのかしら。どうやらそうみたいだな。これなら普通に石炭使った方がいいんじゃないかしら。それ言っちゃうのか。事実よ。まあそうだけど。これは一応残しておくけど、使うことはないでしょうね。残念だな。それじゃあ次よ。まずは地面に書く。ヒビの灰もだいぶなくなってきたな。後でまた作らないといけないわね。今度は羽を主役に。書かれているものが変わったな。触媒はレッドストーン。打ち始めたぜ。また別の回転だな。これは一体何なんだ。この魔法円に突っ込んでみる。え、これはムーブメントアレイというもの。見ての通り触れたら飛ぶ。お、面白そう。問題は別の物体でも飛ぶのかどうか。試しに丸石を。吹っ飛んだな。でもさっきと比べるとなんか弱いような。確かにパチュリーはもっとピョーンと遠くに飛んでたな。投げる位置が悪いのかしら、それとも角度。へえ、こっち向いて投げても今の方向に飛んでいくのね。これ、なかなか面白いけど調整がちゃんとできないと使い物にならないぜ。そうね、今のままじゃただの面白ぶっ飛び装置だわ。少し高いところから投げてみましょう。変わらんな。どういうことなんだぜ。すごく調整が大変そうだわ。そもそも何に使うんだ。まあいろいろ使い道はあるわ。今やってるのは基礎だからね。確かにそうだな。それじゃあ次。夜になんかやるのか。次の実験は夜の方がやりやすい。モンスターを使うからね。もしかして今まで一番実用的なやつか。それはどうかしら。っていうかパチュンしろ。あ、血の祭壇が吹っ飛んだ。超ショック。そんな風には見えないな。血の祭壇が犠牲になったし、この実験は絶対成功させるわ。結構頑張って血を貯めてたのにな。ようやく矢の敵が来てくれたわね。ってあれ、どこ。撃たれたけど姿が見えないな。どこかしら。あ、いたぞ。さてさて、位置が重要なのよね。どこにヒビの灰で魔法円を描くか。できるだけ平たい場所の方がいいかしら。そんなに重要なのか。モンスターがそのトラップに引っかかってくれないと意味ないからね。ここに決めた。お、魔法円の中に矢を入れたな。でもこれだけじゃダメ、レッドストーンを入れないと。触媒はまたレッドストーンか。いや、待てよ、レッドストーンじゃないわね。今回は羽だわ。羽をあの中に入れる。パチュリー死にそうになってるぜ。少し体力回復が必要ね。どんなものを作ろうとしてるのかもうそろそろ教えてくれよ。あの矢を得る敵を味方にする。ほう、それはそれは。これが結構大変。攻撃される前にトラップを作っておくべきだったかしら。でもどこにあの敵が現れるのかがわからないから作らなかったのよね。よし、これでトラップは作動してるはず。あとはあの敵がこっちに近づいてきてくれるのを待つ。さあ、そのトラップを踏むのよ。お、かかったみたいだな。攻撃耐性が解除されてるぜ。これで私のタレットになったはず。こっちには攻撃してこないな。第一段階は成功だわ。次に第二段階、このモンスターがちゃんと他のモンスターを攻撃するのか。でも周りにモンスターいないな。探してみるわ。むう、いつもならたくさんいるはずなのにこういう時に限っていない。そういうことってよくあるよな。あ、いたわ。こいつにはさっきの祭壇を破壊されてる。え、今こいつやった？あれだぜ、多分敵の射線上に入ってたから。はぁ、今日はもう終わるわ。そうだな。さようならマリサ。じゃあなパチュリー。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽にどうぞ。それではまた次の動画で。